ビー・ウィッチドは1997年に結成されたアイルランド出身の女性アイドルグループセラビなど4曲が全英シングルチャートで1位になっているグループは2002年に一度解散するが2012年10月にイギリスのリアリティ番組ザ・ビック・リユニオンの企画により再結成したビー・ウィッチドはエディル・リンチとキービ・リンチの双子の姉妹およびリンゼ・アーモー シネイド・オキャロルで結成され、意図的にお天場娘のイメージをつけられた。また、元々のグループ名は、ディザイアーだった。エディルと、キービの兄である、シェーン・リンチの紹介で、元ニューキッズ、オン・ザ・ブロックのチーフマネージャーのキム・グラバーをマネージャーに、すると、1997年に、キム自身が経営するグロワームレコーズと契約した。1998年5月25日に、 最初のシングル、セラビをリリースすると、全英シングルチャートで1位となった。続いて発売された、ローラーコースター、トゥ、ユーアイビロング、ブレームイット、オンザウェザーマンについてもすべて全英シングルチャートで1位のヒットとなり、上記4曲を収録したデビューアルバムのビー・ウィッチドについては、1998年10月に全英アルバムチャートで3位を記録した。 翌年にはアメリカへ進出。ブリトニー・スピアーズと共にインシンクのオープニングアクトを務め、シングルセラビは、ビルボードシングルチャートで9位のヒットを記録。また、アルバムビー・ウィッチドについては、プラチナアルバムとなった。しかし、セカンドアルバムアウェイクブリーズからの先行シングルジェシー・ホールド・オンが、前衛シングルチャートで4位に終わり、連続1位は4曲でストップすると、 続いて発売された I shall be there ジャンプダウンについては人気の低下を証明づけることとなってしまった。その後はしばらくサードアルバムの制作作業に入った。その間の活動はミニアルバムアクロスアメリカ2000をアメリカのみでリリースしたことと2001年6月4日にアメリカのヒルドラ総合病院にグループが出演した。 2002年中旬にサードアルバムからの先行シングル、Where Will You Go? をリリースして復帰する予定だったが、その前にレコード会社より契約解除されてしまった。新たに、テルスターレコーズと契約したが、その直後の9月にシネイド・オキャロルがグループから正式に脱退したことで解散した。B、ウィッチドが2002年に解散した後も、エディルとキーピーは音楽業界で働き続けた。 エディルは、プロダクションチームであるゼノマニアに、ソングライターとして参加し、2003年には、ガールズ・アラウドの、サム・カインド・オブ・ミラクルや、シュガー・ベイブスの、シチュエーションズ・ヒービーを制作した。エディルは2006年8月に結婚し、2007年7月に、娘を、2010年3月に、第二子を出産した。ヒービーは、アレックス・トムズとザ・ウィングという音楽制作会社を結成した。 2005年12月には白雪姫のパントマイムをノッティンガム劇場で主演した。2006年にエディルとキーピはミズ・リンチという名前で音楽活動を共にすることを決めた。そして彼女たちはチップ・イット、ダイエット・コーク、ワッツ・アップ、ポッピン・イン、ヘイローといった曲を制作し、イギリス・アイルランドの大学やナイトクラブをツアーで回っている。 リンゼアーモーは2003年に公式ウェブサイトを立ち上げ、ソロ活動を始めた。2006年9月には911のリー・ブレナンと結婚したが2011年に離婚。2007年5月にクレイトンというバンドにボーカルとして加わった。シネイド・オキャロルは2004年までガールグループミックスを運営し、音楽ワークショップであるスターアカデミーを始めた。 2007年11月には、アイルランドの連続ホームドラマ、フェアシティで、ホテルの受付係として出演した。2006年6月に結婚し、2008年9月に、娘を出産した。アトミックキトゥン、ゴアイブビー、ウィッチド2、リフォーム 4ITV ネスザウィックリユニオン、レイディオタイムズ、2018年8月25日、閲覧、チャーターカイブビーウィッチド、セラビ 2012年6月28日へ閲覧。チャーターカイブ B Witched Roller Coaster。2012年6月28日へ閲覧。チャーターカイブ B Witched To You I Willong。2012年6月28日へ閲覧。チャーターカイブ B Witched Blame It On the Weatherman。2012年6月28日へ閲覧。チャーターカイブ B Witched Be Witched 2012年7月7日閲覧。RIAA ゴールドプラチナム B ウィッチドサーチ。RIAA 2008年4月26日閲覧。チャーターカイブ B ウィッチドジェシー・ホールドン。2012年6月28日閲覧。チャーターカイブ B ウィッチドフィーチャリングレディ・スミス・ブラック・マンバーゾ、アイシャル・ビー・イーゼア。2012年6月28日閲覧。 チャーターカイブビー・ウィッチドジャンプダウン2012年6月28日閲覧ポップ・ジャスティス・キーブ・イデル・ライド・アゲイン POPJUSTICE.com2010 年5月22日閲覧シネイドエス・ハート・エイク・オーバー・ザ・トラジック・ロス・オブ・ハー・シスターズベビーインディペンデント・イズ2010年5月22日閲覧,、S、sisters, 日閲覧ありがとうございます